ハンスフロイデンタールハンスフロイデンタールはドイツ生まれのオランダの数学者。大数的トポロジーに多大な功績を残し、文学、哲学、歴史や数学教育にも関心を持った。1905年9月17日、ブランデンブルクのルッケンバルデにユダヤ人教師の息子として生まれた。子供の頃から数学と文学に興味を持ち、1923年初めに、 ベルリン大学で数学を学んだ。1927年に講義をしに、ベルリンに来ていたブラウアーに出会い、同年パリ大学を訪れた。1930年に、ベルリンで、ハインツホップと共に、異想軍の探偵に関する論文を完成させ、審査を通り、1931年10月に、公式に学位を授与された。論文審査の後、1930年に、 ブラウアーの助手の地位につくためアムステルダムへ移った。この戦前期のアムステルダムにおいて、アムステルダム大学の講師に昇進し、オランダ人教師のスースルッターと結婚した。彼は、ドイツ系ユダヤ人であったが、フロイデンタールのオランダでの地位は、ナチスの権力掌握が始まった1933年に、通った反ユダヤ人法からは除外された。しかし、1940年に、 ドイツがオランダに侵攻するとナチスによってアムステルダム大学を定職に追いやられた。1943年にオランダハベルテ村にある強制収容所に送られるがユダヤ系でなかったため無事であった妻の助けにより1944年に脱出し家族と共に占領下のオランダで身を潜めた。この期間は小説の章に偽名で一等を取ることを含む執筆活動に 時間のほとんどを費やした。戦後アムステルダム大学での地位は戻ったが、1946年、ユトレヒト大学の純粋、応用数学と、数学基礎論の教授職を得て、生涯そこに勤めた。1967年から1970年まで、第8代数学教育国際会議長を務めた。1971年に、ユトレヒト大学に、 数学教育発展のための研究所を設立した。後にフロイデンタール研究所と解消され、現在は科学と数学教育のためのフロイデンタール研究所という名前になっている。1975年に教授職を引退し、1981年には編集者からも引退した。1990年にユトレヒトで亡くなった。 いつも朝の散歩をしていた公園のベンチで座っている時であった。1931年雑誌論文として出版された論文において異想群の探偵の概念を導入した。探偵は空間が無限に広がっていく方向の直感的な考えをつかむことを意図していたが、コンパクト集合のネストされた配列による被覆空間の点から精緻な数学的定式化を持つ。 探偵は、位相群理論、フロイデンタールの同期的応用、そして、極小局面といった他の数学分野において今でも重要なものである。ブラウアーと共同研究していた1936年、リース空間の単関数による一様近似の存在におけるフロイデンタールのスペクトル定理を証明した。1937年にはフロイデンタールの懸垂定理を証明した。 この結果は、球面のホモトピー群を理解する上で重要で、安定ホモトピーの理論の基礎を構成した。フロイデンタールマジックスクエアは、リーダイ数の構造で1950年代、60年代にフロイデンタールによって発展した。それぞれのリーダイ数を一体の多元体に関連づけた。晩年には、初等数学教育に焦点を当てた。年代に、独力で、 オランダが世界の流行であった新しい数学へ追随するのを中止させた。彼はまた初期の国際学力調査の一つを厳しく批判した。1969年に回答への十分な情報が欠けているように見える数学的パズルインポッシブルパズルを刊行した。彼はまた地球が知的生命体とのコミュニケーションを可能にするために リンコスという人工言語を考案した。1951年にオランダ王立芸術科学アカデミーの会員となった。国際科学士アカデミーの名誉会員でもある。1984年にフーテンハンゼンベール賞を受賞した。イン2000、2000年に数学教育国際会議はハンスフロイデンタルメダルを制定した。2003年より奇数年に 主要な研究の累積プログラムの形式での数学教育研究における突出した功績に対して贈られる。受賞者にはセリア・ホイールズ、ポール・コブ、アンナ・スファード、イブ・シェバヤー、ルイス・ラドフォード、フレデリック・リアンがいる。小惑星番号9686の天体の名前は彼にちなんでいる。ありがとうございます。